ご視聴ありがとうございます。深夜に投稿なんでもない動画です。ここ1週間ちょっとくらいですかね、ワンフェスくらいからもう編集仕事と睡眠時間ちょっと削りまくって、バテ気味になっちゃってるんですけど、その間にもう玄関がやばいことになりまして、とりあえず持ってきました。これフィギュアなんですけど、開けたいんですけど時間がないんですよ。そのわけで、とりあえずですね、フォル解説のもと、ちょっとこれ開けていきますね。はい。ではですね、まず、どかしていきましょう。積んだ意味です。はい、一つ目はですね、もうエヴァってわかりますよね。はい、こちらになります。ラジオエヴァ、シンジ君です。これエヴァストアで普通に在庫あって買えちゃいました。はい、でお次もワンフェスくらいのタイミングで届いたんですが、これがダリフラ、02のウェディングバーです。これグッスマ限定なんですよね。割引なしです。はい、でお次がこちらで、ことぶき屋さんのモリガンです。なかなかこれ評判良さそうだったので在庫復活買っちゃいました。これでもリリースも買わないとです。はい、でお次ですね、これも楽しみだったんですよ。聖剣3のリースです。開けたくてたまりません。でそして、これがマックスファクトリーのエレシキガルですね。やっと発売になりました。でお次が入らないんですけど、血迷って買ったシオンのバニーです。置くとこねえです。でそしてこちらがハイニューです。なんとかゲットです。はい、でですね、これヨドバシの箱なんですが、もうこれ記憶になかったんですが、フィギュアじゃなかったです。マイクの調子が悪いので買い替えのためのオーディオインターフェース、これもですね4ヶ月くらいかかりました。であとですね、これが私のフィギュアです後で動画にしますね。でお次が最後なんですが、これなんですけど、段ボールのテープの色で分かる人には分かるやつです。開けていきましょう。こんな感じです。分かりませんね。お待ちください。こちらになります。めちゃくちゃへこんでました。さすが海外品です。はい、ということでこちらのフィギュアですね、エーペックストイズさんのなんか日本では売られてないっぽいリムルとランガのフィギュアです。これもいつ予約したか忘れちゃったんですが、ちょうどこのタイミングに届きました。これも後で動画にしたいと思います。はい、ということでもう動画が追いつきません。しかも今日ブラックロックシューターも届くんですよ。であと8月1日出荷ですよね、アルターの武蔵、それもそろそろ届きます。やばいです。どんどん届きます。であとですね、この動画は編集してるんですけど、今チャンネル登録者数こんな感じです。はい、1万人目前です。1万人達成動画も作りたいんですが、最近ワンフェス動画ブーストで一気にここまで来ちゃったんですよ。8月に今行けたらいいなとかだったんですが、もう行っちゃいそうです。嬉しいことなんですけどね。はい、ということでもう本当にいろいろが追いついてない状況なんですが、すいません、そこだけご承知いただけてたら幸いです。
はい、ということで、まあ、今回は以上なんですが、今後もまあ多分いつもの感じで、展示動画、開封動画をやって、あとですね1万人達成したら、ご挨拶もなるはやで投稿したいと思います。何か企画みたいなこともできたらと思いますので、今後とも当チャンネル F ホビと、あとフィギュアベアおじさんことフィギュアおじフォローですね、どうぞよろしくお願いいたします。はい、では一旦今回は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。はい、これ片付けます。